どうも、スパッタリー使いのイラストレーターのぼっくんです。本日も元気にスパッタリー使っていきたいと思います。よろしくお願いします。今回はですね、赤スパを使っていきたいと思います。赤スパでガチホコ腕前 X の試合となっております。ぜひ、スパッタリー使いの方参考にしていただけると嬉しいです。さあ、ステージは、なんだっけ、ザトーマーケット。さあ、いきなり初動やられてしまうが、大丈夫か、これ。ちなみに、これはね、後付け実況となっております。さあ、この試合はどうだったらっけかな。割とね、今回も勝った。なるべくね、勝ち試合をお届けしようと思ってるんで、今回も勝ったんじゃないかな。さあ、やっぱ赤スパはね、ビーコンがね、強いので、ね、あとね、この9番ボールピッチャーの回転率の良さがあるので、それをね、活かして、戦っていけたらいいんじゃないでしょうか。ここに、ここ来られるとね、本当にね、焦るよね。マジで、ザトーマーケットはね、なんだろう、一応左ルートっていうのかな。左ルートで攻められると非常にね、一気にカウント進んじゃうことがあるので、ここは慎重に打開したいところ。こういう時はね、もうね、9番ボールピッチャー入っちゃいますね。ボールピッチャーはなんていうか、切るだけじゃなくて、やっぱり塗りで使えるから、なんか塗りで使ってたらワンチャン敵が死んだみたいなことがあるので、むしろね。特に、あとはガチホコの時は、ここに、ホコ割りの時にめちゃくちゃ使えるから、むしろね、ガチホコの時は、ホコに、ホコ割りで9番ボールピッチャー投げて、即割りして相手を倒すっていう、戦法もできるので、やっぱガチホコは赤スパ強いんじゃないかな。さ、敵がめちゃくちゃ、めちゃくちゃキャラコンがいいね。味方がやってくれると、さあ、ここねビーコン強いね、来る時ね。さあ、ここで箱持ち担当大臣がゴイタがやられてしまう。さあ、これセカンドアタックチャンス。これね、今味方が2人ジェッパー入ってたの でなおかつ人数有利が取れてた、敵3落ちしてたので積極的に攻めてます。僕のね、結構やる立ち回りなんですけど、味方がジェッパー入ってたら、そこに飛ぶ、割と。なんていうか、ジェッパー終わりって狩られやすいから、なんか味方のカバー入れるって意味でも、ジェッパー終わりに敵、味方が死なないように、味方にジャンプしたりします。スパッタリーはデフォルトでね、受け身術がついてるようなものなので、マニューバ系はね。意外と大丈夫です。スーパージャンプしても。でもね、やっぱステージャンとか積んでないと、ボム系でね、始末されてしまうことがあるので、ちょっとそこの判断は難しいけどね。さあ、とりあえずカウントリード入れたね。ここ味方3打ちしてしまったので、ちょっと危ないぞ、これ。さあ、果敢にジェッパーオールを買っていくと。さあ、これ敵に落ちなので、多分これ飛んでも大丈夫でしょうっていう判断で飛んで、ビーコンを植えます。ザトーマーケットはね、この右寄りにビーコン植えると強いかな。自宅の方に、立てておいてもいいし、その1個降りたとこにビーコン立てても強いから。なんか意外とね、リスポーンからの復帰、時間かかるんですよ。あ、これやばいね。これやばい。あ、ナイスナイス。ギリギリ止めていくと。さ、これね、やべえと思ったんだけど、これ、あれ？危ねえ。危な。残り30秒だけど、これギリギリ。ギリギリ止めたね。危なかった、これ。このね、左ルートね、怖いからね。
とリスから近いんだけど、気を抜いてるとね、あの一気にカウント進められてしまうので、でこれ敵が3落ちなのでここ8角で終了だ。最後ねちょっと危なかったけど、なんとか防衛できましたね。ちなみにギア構成はこの後出るかな。この試合2300いってたんだね。さあしかもギア開け中というね、カムバゾンビ、赤スパなのでサブ性能ついてますね。僕の中でね結構2300はめちゃくちゃ高い方で、あのね、まだ2400超えたことないんですよ。なので今は2400の壁を超えることを目指して、頑張ってます。タチオパーキングね、タチオパーキングはねもうここねビーコン先にね、ビーコン田植えしに行ってもいいと思う。なんていうかスパッタリーが歩行割りしに行くとこのステージね降りなくちゃいけないんですよ絶対に。で降りると、降りて歩行割り負けた時って絶対死ぬので、このステージ。ほぼ死ぬので。それなら、あの、赤スパだったらね、ビーコン、あの、防衛用のビーコンを先に自宅のところに2つぐらい立てておくのは、戦法としてありだと思います。これめちゃくちゃおせおせだね。めちゃくちゃおせおせで、もうカウント5まで来ましたね。これほぼ勝ち確かな、これ。で、これ取って、ここ取って、ノックアウト。いいね。これはいい試合でしたね。で、この試合はたまたま、矛取って一気に進められたけど、もし矛取られて、進められたとしても、あの、最初にね、自宅のとこにビーコン2つ置いてたので、それで、多分防衛できた。防衛できる確率は上がったんじゃないかなって思います。またまたタチオパーキングです。この初動はね多分さっきと同じ戦法で行くんじゃないかな。シュッシュパシュパってホコ割りと見せかけて俺はビーコン耐える田植えするぜ。さあこれホコ割り負けるんですね。負けるけどしっかりとビーコン立っていく。でこの裏はね敵いるので、このねあのこのなんだろうレール下のね、裏には絶対敵がいるので絶対いるんですよ。もう定石そこにね壁潜伏するのもほぼ定石みたいな感じでほぼいるので、すごくいる読みで打つの大事です。これはほぼの、爆発でやられてしまうと。しかしね、自宅のどこに、ね、復帰用ビーコンが2つ置いてあるので安心。マジこのステージはマジでビーコンが強いから積極的にビーコンを植えていきたい。これ司令と裏取りをかまそうと思ってたけどちょっと矛がやばいのでやめようっていうそういう立ち回りですね。やっぱね矛ちゃんと見ないとね、あくまでも矛が大事だから。さあこれはやられてしまうか、やられてしまうけど敵も落ちで、さあこれはね味方のとこに味方の安全地帯に飛んでビーコンを植えます。復帰用ビーコンを、ね、2個ぐらいあった方がこのステージは安定すると思うので、なんだろう手前に2つ攻めてる位置に1つぐらいの方がバランスいいかも。結構こう今飛んだ位置のビーコンは割と壊されやすいんですよ。敵も侵入しやすいし、敵も あそこの位置のビーコンはかなりマークしてるので、なのでそことそこプラスもうちょい奥に、自陣側奥にビーコンあると安定するかな。でここのね敵高のとこにビーコンを置いちゃうのめちゃくちゃね敵からしたらストレスなので、こういうのは積極的に1個ぐらい置いておきましょう。敵からしたらね、あのビーコン壊さないとやばいってなって、そのビーコンに目が行くので、となるとね、矛とかね、オブジェクト関与が、しやすくなるので、なんだろう、
敵の目を引く踊りビーコンみたいなのはかなり、使えると思います。さあ今のところは、こっちチームが、カウント有利ということで、ただねまだ87だから安心はできない。これボムピッチャー溜まりそうなので一旦ボムピッチャー溜めます。でこれねここ一気に攻められたらちょっとまずいので、しっかりとボムピッチャーで荒らしていきましょう。強気に攻めて、ガチョウを止めると、敵に幼稚なのでちょっとこの辺自陣のクリアリングをしつつワンチャン方向進めようか。とりあえずねこっちのね敵高左敵高を登っちゃうとカウントがだいぶ進むのでここ登りたい、ね、さあビーコンもいい感じにね立ってある。このマップで見ると分かると思うんだけど、ビーコンはステージをなんか大三角形で囲むみたいなイメージするといいかもしれない。なんか夏の大三角形じゃないけどこうステージをさ三角形でバミューダトライアングルみたいな感じでさ、ビーコントライアングルみたいな感じでこうマップを三角形で囲むみたいなとこう立て方するといいかもしれない。たまにねこう一箇所に3つまとめる人いるんだけど、あれはおすすめできないな個人的には。だってあれ 3つ一気に壊されちゃうから、もっとバランスでもね、まあビーコンのいいとこでもあり悪いとこでもあるんだけど、そのビーコンこうやっていろんなとこに立てると復帰がバラバラになるなりやすいんですよね。だからガチエリアとかは気をつけた方がいいかもね。ガチエリアって味方とスペシャル合わせて打開するのが基本なので、その時に味方がそれぞれ別の位置に復帰してしまうと打開の成功率が下がってしまうので、まあ、ガチエリアは、まあ、一箇所にビーコン炊くのはありかも。でもまあガチホコとかヤグラとかはねいいんじゃないかな、大三角形をイメージして。これ延長入ったけどしっかりと防衛していくと。いいね、今の試合結構ビーコンの立て方の解説ができて、よかったかなって思います。ぜひ参考にしてみてください。8キルとピッチャー3回2300。この時の試合あれだね、2300をうろちょろしてるね。なかなかね2400ね難しいんですよ。やっぱ壁ってあるよね、ガチマッチのなんか2100の壁とかさ2300の壁とかあるよね。これも初動はいいことになっていきます。今回3つ立てたけどね、3つ立てなくてもいいかな。最初はなんかビーコン立てることに躍起になってしまって、こうやって敵に攻められるとちょっと本末転倒なので、2つぐらいね余裕を持って2つぐらい立てとけばいいかな。ちょっと今反省してます。例えばビーコンがあるので復帰はかなり強いぞ。さあレールをしっかり塗って、これガチ方向終わらせないよと、終わらせねえよって。ボンピッチャーも入っちゃって荒らしてから、これ僕がビーコンじゃないガチ方向持とうかなって思ってます。さあこれワンチャン強気に攻めるぞ。いけいけ、味方ナイス、味方と協力して先輩がやられてしまう。ちょっと危ないけどギリギリセーフ。まあワンチャンねやられたとしても、今ゾンビギアも積んでるので、やっぱゾンビーコン戦法は結構強いと思います。結構 YouTube でもその赤スパッタリーのゾンビビーコン戦法の動画出してる人結構いたので、ゾンビビーコンはね結構相性もいいし強いと思います。
特にスパッタリーなんかも前線武器だからゾンビの相性もいいし。さあこれ敵3落ちたので一気に攻めたいところ。おっとやばいやばいやばいけどやばいけど、これ登りたいね、壁登りたい。ああやばい、ミスです。さあとりあえず登りきって47まで進めると、ここね、登りきると47までカウントが進むんですよ。で、このね、47まで進むとだいぶね、防衛しやすいので、このパチオパーキングは、このね、登りきるのを、意識するといいと思います。で、登りきった後のセカンドアタックチャンスで、こうやってレール使って、一気にね、カウント進めることができるので、そう、やっぱ、登ったとこに矛を持っていく。プラス、あとセカンドチャンスで、この登り切ったとこから一気に攻めるっていうのが、このステージは強いと思います。ぜひ参考にしてみてください。でもこれ4まで進んだからほぼ勝ちだと思うけど、あれこれどっちだったっけかな、この試合負けか勝ったのかどっちだろう。なんかね、負けた試合も普通に、収録したので、これどうだろうね。これで負けたらマジでショックだよ。ちょっとね、後付け実況だから、これ勝ったかどうかが、どうか、ちょっと覚えてないんですよ。さあ、これ積極的に今、敵を攻めていきたいところだけど、ちょっとね、これ今、塗り状況悪いから、なるべくこう、クリアリングしてます、これ。この辺ね、これ、塗って登られるとマジで厄介なので、壁とか積極的に塗って、やっぱり使いの人はね、矛持ってもいいと思います。積極的に持つのありだと思います。まあ、理由は2つあって、まあ、ガチ矛っていうのは基本的に前線武器が持った方が強いので、まあ、前線武器であるスパッタリーは積極的に持とうと。それプラス、まあ、単純に射程が伸びる。スパッタリーはね、やっぱ射程が短くてね、敵に触れないとか、そういう場面が本当に多いんですけど、ガチ矛を持つとね、シンプルに射程が伸びて、なんだろう、こちら側の編成がね、長射程が1人増えるので、中射程かな、中射程武器が1人増えるので、シンプルに、ね、ガチ矛は積極的に持っていいんじゃないかな、スパッタリー使いの人はね。まあ、もちろんね、状況を見ての判断となりますが、さあ残り20秒、敵3落ち、これはかなり有利な状況ですね。13秒、これ変に攻めないでこの辺で潜伏しててもありかな。スペシャル貯めつつ、こうやって壁のクリアリングしつつ、そう、あとはね、こう無理に攻めないでね、ほぼ勝ち確の時は無理に攻めないで、しっかりと防衛を、防衛のクリアリングとか、スペシャルゲージ貯めるとか、そういう立ち回りするといいんじゃないでしょうか。いいね、味方のローラー頑張ってくれたね。さあこれね、ギア分けしててイカ速つけたいなと思ったら奇跡的に2個イカ速ついたんです、チケットなしで。さあまたまたタチオパーキングですね。初動はビーコン。いつも同じ戦法です。でも、この中でビーコン、ここに植えとくのはね、初動で植えとくのは、かなり強いと思うので。ここ敵にいると思ったらいなかった、ね。ビーコンはね、割とね、気軽に、カジュアルに植えちゃうかも。なんか、まあ、壊される前提でなんか、どんどん更新していくって感じ。これちょっと危ないけど、なんとか大丈夫。なんか普通にイカ移動とかしてて、インクに余裕があるときは、もう結構積極的にビーコン更新していきますね。あとビーコン、古いビーコンは、あと、残り1回とか、
使用回数が少ない時があるので、積極的にビーコンは更新していきましょう。あといろんなとこにビーコン植えてるとね、敵もさ壊しづらいんだよ。あそこにビーコンあるとか場所も読みづらいしね。ビーコンは割と僕は更新していく派です。結構人によっては定位置にしか置かないとか1個だけしか置かないっていうスタイルの人多いと思うんですけど、結構なんかクーゲル使いの人ってあれだよね、1個しか置かない人多い気がする。ビーコンやっぱ光栄武器ってそういう感じなのかな。あんまりあれだもんね、光栄武器ってステージを動き回るって感じじゃない。ここ一気に攻めたいね。攻めたいけどこれは大先輩。いや、あそこ今登ってたら強かったね。まあちょっとね、ミスってしまってましたが、ここから気を取り直して、攻めていきましょう。さあ、しっかりと着地は枯れないんですね、これちょっとこの時はね、エイムが頑張りましたね。さあ、敵が2落ちなので、これ強気に攻めていきましょう。強気に攻めて、この辺にビーコン置くかも。この辺はね、ローラーとかが、潜伏してることがあるので、敵たかね。ビーコンって索敵機能もついてるので、潜伏してるローラーとかも炙り出すことができるんですよ。なので、こう敵がね、潜伏してそうな位置にビーコンを置くのは、かなり強いと思います。だから逆に言うと、敵がよく潜伏してるスポットとかを把握しておくってことが重要かもね、試合に勝つために。さあ、ここ登り切ったらマジで強いぞ、これ。さあ、カウント10まで進みましたね、ここ。このね、壁、なんだろう、こう、スロープを登るよりも、スロープっていうか、このなんか、なだらかな坂を登るよりも、このね、なんだろう、急な坂塗ってあるときはここ登っちゃった方が早いので、ぜひ一つ参考にしてみてください。さあ、これね、もう敵高にビーコンを置いてたら敵からしたらね、めちゃくちゃ厄介なので、もうゴキブリのように湧いて出るみたいな感じだからね、これめちゃくちゃ圧力かかってるでしょ。さあ、ここね、ここヒュイッと登れるんですよ。ヒュイッと登れるんで荒らしまくる。ここにビーコン立てちゃうっていう。しっかりと着地は枯れないんですね、これさあ、残り1分。これはかなり有利な状況だけど、でもこのステージね、気を抜いて敵のね、調子に乗って敵の敵の陣地の方に攻めすぎてると、なんか裏抜けられてカウント一気に進められちゃうってことあるんですよ。なんていうか、このステージ広いから、例えば敵に抜けられて攻められてるって時に追いつけなくてカウントリードされちゃうってこと意外とあるんで、そこはねちょっと気をつけましょう。だからこれ今ねあんまり良くないんだけど、自分の自宅とかにビーコンを一つ置いとくといいかもね。ちょっと今反省してますけど、まあ、なんとかね、なんとか防衛できましたのでね、この試合も勝っていくと。そう、有利状況でも1個は自宅なとこにあれだね、復帰用ビーコン置いておくの、置いておいた方がいいね。これ今思ったけど、ちょっと危なかったもんね。ということで、本日の動画は以上となります。ですね、普段はイラストのメイキング動画も、出しております。よかったらそちらの動画の方もぜひぜひ見てください。チャンネル登録、動画の高評価の方よろしくお願いします。それでは、スパッタリ使いのイラストレーター、ぼっくんでした。バイバーイ。